いろいろと面倒がある。何かの異常が起きたのが、おそらくは平成の始まりではあって。その際に、王の権威、その強制力が消えた一時期がある、次は誰が明確になってなかった、一時的に王の権威がいなかった時期。その時今までなら通った、正義が不意に起きなかった。そのために、祈祷があってもそれを受け取る存在、それがいなくなった結果そこには破綻が発生した、わけだが。なんで自分が？の。今の理解では、一歩一歩を進行する結果で救援を求めなかった、という面はありそう。相手に妻がいる？なら、その相手に助けは求められない、のだ。神といえど祈祷がなければ何もせず、神様はその時、誰も、いなかった。候補は何人かいたにしろ、確定してなかったのなら。当時、記憶に残る歪んだ何かがある。